ナイスは頭にました。まずトピドを切ります。トピドトライです。落ちた落ちた、下がっていった、やったー、ケルベ強い、ナイス球だ。ここに投げる、転がりのためにさ、ホップとな、犯罪、下手下手はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。スプラトゥーン3、今回はね、転がりの民いやそう、ケルビンね、今日ね、ちょっと握るつもりじゃなかったんですよなんですけど、なんかね、そう、いいギアができちゃったので、そう、インク回復とメインインク効率があるので、タン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 ってしながら、移動してってしてる間に、インク回復もしてみたいなね、なんかそんな感じでね、ちょっとなんかいいギアできたんじゃないかな、みたいなところでね、これはね、ケルビン強いかもしれない、みたいな。今日のケルビン強いかもしれない、みたいなね。いつもは知らん、みたいな、そういうところなんですけど、立ち打ちだと3発、まあ3発でも別になんかそんなになんかキルタイムめちゃ遅いっていうほどでもないんですけど、まあパッ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 転がると2発で倒せますよみたいな、まあ3発だとちょっと遅いのか、まあなんかね寿司とかよりは全然遅いなみたいな、そういうところなんですけど、どんぐらいなんだろう、あれと一緒かな、あのジェットとかあとスペースシューターとかと多分同じぐらいのキルタイムなんだろうなみたいな、確かねそんなのどっかで見たような気がするんですけど、そう、あのガロンと同等のキルタイムらしいので、何、一発外すとジェットと同じキルタイムだよみたいなのをね、ちょっとスプラトゥーン2の時になんか見た記憶がねあるんでね、まあ外さない、外さないというか太刀打ちだと厳しいけど、まあコロリンして、で今あれですね、もうずっとコロリンしてたけど、もう何、すぐインク回復するから、ずっと打てましたね。っていう感じでね、インク効率とインク回復を積むとね、ちょっとインク管理ガバガバの僕でも、なんか、割とちょっとね、打ち続けることができるんじゃないかなと思ってね、ちょっと今回ね、当たるかどうかは知らない。当たるかどうかは置いといて、ちょっとケルビン使っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあやっていきましょう、縄張りバトル、アマ美術大学。ここと、マヒマヒなんでね、マヒマヒが、何、足場上がるまで結構狭いので、ちょっとね、うわーすごい、フローがめっちゃ塗り強そう、ちょっとね何一つ持っていけなかった今日。さあやっていきましょう、縄張りバトル、今度はマヒマヒリゾート。ここはあれですね、水面が上がるまで結構お見合いが続くのかなっていうところがあるんですけど、こちら射程長そう、相手も射程長そうなので、ねちょっとかなりねお見合いのような戦いが続きそうな予感はするんですが、集まって来てない、クローガロンと結構ね、あー足場がそう、これを恐れていた。いやここのステージね、割となんか踏み外すとまずいぞみたいな、そういうところがあるので、一旦飛びました、ハンコ投げました、そこをナイス玉引いてる、ふっあっちなんだ、ちょ待って、ちょ転がりにさ、転がりにホップホストな犯罪避けれないんだ、転がるとまずいです。シールド、シールド置きました、ペペペペ、そうシールドもあります、シールドもあります、フッフッフッ、トピドつらいな、シールド置いたぞ、待てトピド爆発した、ちょそっちにさなんかいるくね、ちょでも割とね、そう味方が強いので真ん中残ってます、シールド置きました、それさ、シールドの前で転がったらさ、ボムもらって死ぬよな今多分一番やったらあかんシールドの使い方したよな、いや全然でもないんですけど、ずっと転がってる、ずっと転がってる、いいぞいいぞいいぞ、いいぞいいぞ、ちょっと待って、ナイス玉初めて打つんじゃないこれ、ここに投げちゃうぞ、あちょ食われた、え食われた、マジでずるじゃんそんなん、ちょっと待って、何かにやられた、シールド置きました、シールド置きました、こっち撃ってます、ホップソナーつらいです、あホップソナーつらいです、まず何くれた、吸引もらった、フッホップソナーつらいです、ホップソナーつらいです、あーラピつらいですもしかしてラピきつい、いやもしかしないかもしれない、そう割となんか射程負けで、クロカロン多分自陣塗り強いから、ちょっと塗ってもらって、何かポチりました、
待って、なんか犯行の人に引っかかった。でも味方が吸引器で吹っ飛ばしてくれた、ナイス。待って、それ追いかけられてるぞ、大丈夫か。ピッピッピッ、ダッ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 と思ったけどスプリンクラーと戦ってた。まあ、ナイスだ、もう頭ありました。まずトピード置きます、トピードつらいです。落ちた落ちた、下がっていった、やったー、ケルベ強い、ナイスだ、まだここに投げる、転がりのためにさ、ポップソナー犯罪、下手これだった、ちょっとポップソナーを恐れすぎた結果死んだ。まずい、もう飛ばざるを得ない、やばい、入ってきてる、まずいぞ、うてい、やー、なんかちょっとね、恐れていた死に方をしたなみたいな。そういうところではあったんですが、いやそうなんだよな。初動ドボンしましたからね。挨拶代わりにドボンしましたが、皆さんありがとうございました。北天美術大学よろしくお願いします。なんとか、そう、あの射程長いんで射程長いんでこっち塗りきつそう。いや若葉が塗り強そうだが、いやでもね、塗りきついと思うじゃないですか。私インク効率積んでます、私インク効率積んでますなので、ちょっと待って、もうそこスクイックリン来てるよな、危ない、もう一人いる、もう一人いる、ナイス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 、ちょっと待って、蜂の巣にされる、今はさ降りたように見えたけど降りてなかったね。ちょっと動機ずれがありました。ちょ、ビームやばい、ビームやばい、ナイスターマたまります、ナイスターマたまりました、どこで放とう、そのスプリンクラッシュ、ちょっと来ないで、一旦シールド、シールド、はい、待って、ナイス玉で避けちゃうもん、ほい、やった、やったやったやった、そこはね、逃がさん。いやもうあれ抜けられるともう大変なことになるからな、ちょっと待って、なんかドゥルルルがドゥルルル倒れてる、ちょっと待って、そこ5-2いたよな、あれ、いやそれは無理です。大丈夫か、味方の足場塗るぞ、いやそうそうそう、生きてる生きてる生きてる、いいビームめっちゃぴょんぴょんして避けてる、大丈夫か大丈夫か、味方の足場塗るぞ。塗りできる、そうインク効率ケルビンなんで塗りもできます、これさ左怖いんだけど大丈夫だったら見ようよ。あーちょっとディウムされた、すまず、何にやられた、それわかんない、なんか潜伏いる、ホップソナー置かれた、ホップソナー置かれた、ナイス玉今じゃなかった気がするが、ちょここに投げちゃえ、置いてこないかな、置いてこないですね、よし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 あのずっと打てる。ズルじゃん、いやシールド使わないからだよなみたいな、あーちょっと待って、ドゥーンされた、まずまずドゥーンで消えた、あれドゥーンで消えた、メインで消された、ちょっとわかんない、やばい、長いの来た、許して許して、それからないで、あー当たんない、当たんない、ちょっと待って、あっち抑えられてる、まずい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 、シールド許すな、シールドだー、ナイス玉だー、いやーゲー取られた、2人取られた、まずい、あー3人やられた。そこバリア飛ぼう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 、ここ飛ぶあったろうね、コローリン危ない、プチします、プチします、プチ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 、ピッピッ、あっインクなくなった、さすがにインクなくなった、ナイス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 、みんないやぞ、ぬれ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 、あインクない、さすがにインクない、そうインク効率ではなくインク回復なので、さすがにない。いやどうだこれ、なんとか、いいんじゃない、あーぶねー。最後直前ね、もうあのみんな持ってかれましたが、あのバリアで耐えてくれて、そっから逆転の逆転しましたね。皆さんありがとうございました。さあやっていきましょう、縄張りバトル、泣いても笑っても最終戦なんですけど、割とね
打てるので割と濡れんなみたいな最悪最悪このケルビン自陣塗りできんぞみたいな、そういうところがあるんですけど、まあでもバリアブルの方が多分ミサイル貯めてくれるので、そのミサイルに合わせて動きましょうみたいな、そんな感じだと思うけど、ブラスター的な何かが来てる。ここ何言ってんのって、なんか死んだなんか死んだじゃないが、ちょっとそこの壁塗っとこう。濡れない、あそこ濡れないの、ちょっと待って、そのバリアつらいのとトルネードやばい、こっちから来るか来ない、あナイス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 、ちょっと待って、ペペペペ、いい、僕がなダメージ当て、ブブブブブブお洗濯さんやめて、お洗濯さんはシールドで防げないんだ、ちょっと高いところから越えてくるのマジつらいナイスダマー溜まります、お洗濯囲んでます、撃て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 、ミサイル飛んでた、ちょっとペッペッ、いやちょ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 、あ終わった、あ終わった、あバカラジオのお時間が来てしまった、しまった最終戦なんかね、そうね、取れたかなと思ったらね、なんか通信エラーが出ちゃってね、なんだろうな、ちょっとなんかあるかな、もう時間ギリギリやったんで、なんかそういう何マッチング的ななんかあれがあったんかな、ちょっとわかんないんですけど、まあでもなんかなんとかね、最後フルでできた試合でね、そうインク効率ケルビンってこんなに打てんのみたいないやケルビンありかもしれない、なんか普通になんかね、たくさん打てるケルビン強いよなみたいないやそう、いつもねあれなんですよ、なんか裏でスペースシューター使ってね、なんかセンサー巻いてで、なんかちょろちょろね、なんか下がりながらどうだー射程僕の方が長いぞみたいな、ちょっとラクトさんドライブワイパーさんやめてくださいみたいなあとケルビンさんやめてくださいみたいな、ケルビンさんデュアルさん逃げますんで許してくださいみたいな、なんかそういう立ち回りをしてたんですけど、そうインク効率がねめちゃめちゃ良くて、センサー巻き巻きしながら、まあ、何なんか戦うみたいなね、なんかそういうプレイでね、ちょっとね、なんか駐車艇の立ち回りを強制してたわけではないんですけど、なんかね、気づいたらね、そう最近ね、単車艇で勝てなくなってきて、モミジとか使うとね、なんかなんか物足りないな、みたいな。で、なんかドライブワイパーとか使うと、あ、なんかね、なんか、割といろんな敵に勝てんな、みたいな。もうなんか駐車艇で戦うのが染みついてんじゃねえかみたいな、そういうところがあったんですけど、ちょっとケルビン候補に入るかもしれない。いやなんかね、一時クロガロンばっか握ってた時とかもなんかあったかなみたいなところがあったんですけど、ちょっとね、そう3のサブスペちょっとねむずいなみたいな、いやまあスプリンクラーはねちょっと今まで通りみたいな、そういうところなんでちょっとむずいなみたいなところあったんですけど、あとブレがねちょっと大きいんですけど、ケルビンねそんなブレないし、でね、でずっと打ち続けてるな、もうインク半分、じゃあ今見てもインク半分まで減ってたけど、なんかまだまだねこういう動きできそうやなみたいな、そういう感じで言うとね、シールドさえ置かなかったらなんかめちゃめちゃ戦えそうみたいなめっちゃ打てるケルビンってシンプルに強いよなみたいな、そうメイン強いです、ただインク効率めちゃめちゃ悪いですみたいな、そういう武器、あと取り回し難しいですみたいな、そういう武器だったと思うんですけど、インク効率が良くなってしまったらめっちゃ強いんじゃないのみたいな、そういうところでね、割とインク回復インク効率ケルビンね、ちょっとおすすめかもしれないなんか普通に良かった、普通に塗れるし、そうなんか何なんか塗り欲しい時に塗り出したりとかもできるし、射程長いので無理やり射程で塗ることもできるし、あとねシンプルにキル速速いぞみたいなね、シンプルにケルビンと打っちゃうと辛いだろうみたいな、まあ、クワッドには勝てなかったんだけどまあね、なんかちょっといいかもしれないはい、といったところでね、今回はインク効率を積んだケルビンを使ってまいりましたが、またね、次回もいろんな武器使ってね、やっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。